国道7号沿いの道の駅カジカーレトイレ休憩、少し小さめの道の駅だ。ここに来る前に貨車が突き刺さっている建物を発見。国鉄のわら1あたりの貨車と思われる。国鉄末期に大量の二軸貨車が廃車になり一般販売されたが、その一両なのだろう。踏切の警報器などもあり、オーナーは鉄道好きだったのかもしれない。お店として使用されていたのか、住居として使用されていたのか、詳細は謎だ。新潟県新潟市までやってきた。現在走っている道は県道3号だが、この道は元国道7号で、この先に昭和54年から営業するドライブイン自販機コーナーがある。昭和50年代からほとんど雰囲気が変わっていない。うどんそば自販機とトーストサンド自販機が稼働するお店だ。お店のテントは昨年夏の台風被害で、現在ではポピーとよさかとだけ書かれたものに張り替えられている。はい、個人的にはね、1年ぶりですね、ポピーと大阪にやってきました。ゲームランド食事の喫茶って書いてありますね。24って書いてありますけど、24時間営業ではないです。昔はね、24時間営業してたみたいです。今ではね、この赤いテントも新しいものに取り替えられたみたいです。はい、早速潜入してみましょう。お店入るとね、自販機が並んでいて、食事スペースみたいな感じになっております。そしてトーストサンド自販機とうどんそば自販機が稼働しております。カップ麺自販機もね、古めのやつがあります。奥はゲームコーナーになっております。トーストサンド自販機の横もね、ビールの自販機がなくなってパック飲料の自販機になってたりしますけどね。トーストサンド自販機とうどんそば自販機は変わってません。はい、それじゃあね、早速買ってみたいと思います。100円2枚って書いてあってね、釣り銭切れランプついてますけどね、10円玉は受け付けないんですかね。はい、今回はチーズサンドにしました。トースト中ランプもね、正常に点滅します。はい、お次はね、うどんそば自販機行ってみたいと思います。今回は天ぷらうどんにしました。ミキシーカーもね、正常にカウントダウンしてます。ただなぜか29秒からでしたね。本来ならね、25秒のはずですけども。はい、2台同時調理中です。はい、昭和へとカウントダウンしていきます。はい、29秒からね、カウント始まったんで、残り4秒で出来上がりました。はい、うどんが見えないぐらいに天ぷらいっぱいです。美味しそう。はい、トーストサンドもね、出来上がったんで取りに行きましょう。あっち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 、他のね、トーストサンド自販機に比べても非常に熱いです。はい、プピーと大阪のうどんとトーストサンドです。はい、マジックでね、チーズって書いてあります。はい、開封していきます。結構ね、しっかりと包まれてる感じです。市販のアルミみたいですが、結構ね、厚手のものが使われています。はい、パンが見えてきました。こんがり焼けてますね。はい、いい色合いです。中のね、チーズもとろーっとしてますね。いい感じ。はい、チーズがとろーっとしてます。そしてパンの外側に、バターが塗ってあります。これがね、新潟のトーストサンド自販機の特徴です。新潟地区だけですね、こっち側に塗ってあるの。他はみんな中に塗ってあります。そして天ぷらうどん、はい、うどんもしっかりしてます。天ぷらもね、春菊とか、人参とかね、玉ねぎとか、かなり彩り鮮やかな天ぷらです。いただきます。はい、やっぱり七味は必須です。天ぷらうどん、必須です。
麺が長い感じですね。ボリュームいっぱいの自販機うどんです。つゆも美味しいだ。これがまた私の味がずいぶんしっかりしてきました。以前は湯気があんまちゃんとできてなかったみたいな、かなり薄味だったので、今はしっかりとした味が、彩りが鮮やかな天ぷら。湯切りでね、ふやふやになった天ぷら、でもこれがね、味わい深いんです。新潟に来たら必ずいただきたい、そんな自販機うどんです。はい、そしてボースランドいただきます。バターが周りに塗ってあるので食感が他のところと違うので、チーズも、ね、パンも高級なものを使っているので、まあ、味わいがすごい豊かです。日本全国からね、この味を求めてやってくる、なんかわかるな。あ、補充しているところ取らせてもらってもいいですか。どうぞ。はい、結構いっぱい入ってるんですね。はい、一日何個ぐらい作るんですか。一日ですか、土日とかそういう時はいっぱいですけど、今日はあんま売れないですね。はい、取りました、いいですか。あ、大丈夫です、ありがとうございます。はい、ここでやってます。長くなげた鉄板で鉄板に挟んで焼けるんですね。はいはいはい、だから熱いと思いまして、はいはい、そうですね、熱かったですね。これ一旦ここに置きましたね。熱いんですか。ありがとうございます。あ、機械の調子とかはどう。あ、はい、機械の調子も早いに古いですので。はい、あ、僕東京です。はい、もう 4,5 回来てます。はい、まあ、ここから出てこことつながって出るんですけども、一応、はいはい、これ冷蔵庫になってますね。はい、はい、あの上の段がうどんで、下の段がそばになってる。うどんで、はい、下がそば、うん、うどんがいっぱい売れてるんですよね。つゆはうどん用とそば用と違う。一緒です。一緒です。はいはいはい。まあ、出るとこはあれだけど、つゆの中身は同じです。ああ、はい、なるほど。そうです。これどころだったんです。はい。取りました。はい。はい。卵は出てくるね。やっぱりうまくない。それで、ここから、ここでまずこう、分かれて、ここから出る。はい。つながって出る。はい。はい。ありがとうございます。自販機の中戻してもらいました。ここね、自販機好きな人だってね、分かるんで、大体開けてみせるっていうサービスいいです。はい、無意味にね、アングル変えてまたいただきます。このトーストサンド自販機はもう日本では最北になりました。ここより北ではトーストサンド自販機は稼働してない。そう思いながらいただくとさらに美味しく感じます。はい、スープも最後までいただいて。はい、以前トーストさんの自販機の隣に、酒の自販機、ビールの自販機があったんですけどね、とうとう壊れてしまったのか、新しい自販機に変えられてしまいました。現在ね、ここではお酒は販売してないですね。はい、昭和50年代からね、変わらない雰囲気で営業しているこの店は最高です。はい、最後にね、ゲームコーナーのをちょっと見回ってみたいと思います。若者が集うってよりはね、大人の人が集まるゲームコーナーっていう感じですね。あまりね、ゲームのこと詳しくないんでわからないですが、懐かしいゲームなんかもね、結構あるんじゃないですかね。
販機フードを味わってね、そしてゲームで遊ぶ昭和の雰囲気をね、この空間で過ごすことがねできるというのは、このお店の存在価値は非常に大きいんじゃないかなって思います。ありがとうポピーとよさか、また来ます。はい、新潟県新潟市の、ポピーとよさかに来ました。ここはね、トーストサンド自販機と、うどんそば自販機が稼働してますけども、天ぷらうどん300円とチーズサンドいただきました。トーストサンドは非常にパンもね美味しくて、そして、バターがね外側に塗ってあって、チーズもねとろけてて美味しかったです。で、うどんはね彩り豊かな春菊と人参と玉ねぎのね、かき揚げが乗ったうどんでした。非常にボリュームもあって美味しかったです。今日はとりあえず新潟市内もうちょっと回って、今晩は後楽園に泊まろうと思ってます。ではこれからも安全運転で行ってきます。本州一周の旅12日目ですね。はい、はい、この動画が良かったと思った方は、高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。昭和スポット研究所コッシーでした。